はい、こんにちは。しらスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、北朝鮮は今後どうなるというテーマの1回目のお話を聞いていただきたいと思います。はい、えー、北朝鮮今後どうなるという今回のテーマなんですけど、全、まあ、3回でお話を聞いていただこうと思っています。第1回目が北朝鮮への理解を深める。 第二回が関係各国への理解を深めるそして最後の三回目が今後どうなるかの可能性を検討するというテーマですねなので、まあ、今回は一回目ということで、まあ、北朝鮮という国についての理解というのを、まあ、深めていきたいと思います、まあ、現在はです、ねまあ、安倍内閣総理大臣の言葉を使うお借りするならば、まあ、国難ということですよね、まあ、日本は国難に接しているということです でそうしたときに、まあね、大きくは2つ、1つは少子高齢化、もう1つは北朝鮮のミサイル発射の問題ですよね、まあ、核開発、ミサイル発射の問題、まあ、この2つ、少子高齢化と北朝鮮の問題によって、まあ、日本は国難に接しているということになっているわけで、まあ、今回はですね、その後半の方の北朝鮮ということについて、まあ、一緒に学びを深めていきたいと思います。 でまず北朝鮮ということに関して言うならば、一番最初に確認するべきことは、その地理ですよね、どこにある国なのかって言ったときに、半島の国であるというのがすごく大事なんですよね。北朝鮮っていうのは半島の国であるということです。半島っていうのは、大きな大陸から突き出た陸地のところですよね。 大きなそのユーラシア大陸の中の、ねえー、海に突き出した部分の、ね、陸地、まあ、こういったところを半島というふうに言ってるわけですけど半島の国であるというのがまず最初に確認することですよね。でなんで半島であるということが大事なのかっていうとこの半島という地形は 最もね、軍事上不利な地形なんですよね。もし実際、他国と紛争があるとか、戦争があるといった時に、半島の国っていうのは、最も軍事上不利な地理地形にあるということなんです。どういうことかっていうと、結局ね、その広い大陸からね、あの大国が。 陸地で、まあ、陸軍ですよね。ね大陸国が、まあ、陸軍で、ねえー、攻めてきた時に、まあ、ひとたまりもない地域ということなんですよ。ね、あの大陸と、ね、え接してるわけですよね。まあ、北朝鮮であれば中国っていう国と、まあ、国境を挟んで接しているわけなんですけど、その中国という広い大陸の方から、ね、えー、陸地を通じて大軍が攻めてきた時にひとたまりもない 地形だということなんですね。で、それが小半島国のまあ悲しい宿命なんですよね。えー、っていうのがまず一番大事なわけです。で、ここが日本とはも決定的に違うんですよね。日本は半島国ではないんですよね。島国なんですよ。で、島国だからね、す、え、べ、ー、ての地域を海に囲まれているんですよね。 でこれはねあの日本っていうのは非常に運がいい地形なんですよねものすごく幸運な地形なわけです、ね、島国っていうのは全てをね海に囲まれていてしかも日本の場合は全てね海流で、ね、囲まれているんですよね、まあ、千島海流とか対馬海流とか日本海流とかリマン海流とかっていう形でこう日本はね4つの海流で、ね、守られているんですよ だから日本っていう国はね、例えば縄文時代から考えてその1万2000年間ですね。この日本の過去の歴史1万2000年間でたった2回しかその日本本土を外国から攻められたことがないんですよね。1万2000年間でわずか2回しか 外国、他国から本土を直接攻撃された、攻められたということがないわけです。一回目は鎌倉時代の元寇ですよね。元っていうね、あの、チンギスハ藩っていう国、チンギスハンっていう人がね、モンゴル帝国をつけて、作って、それをこう孫のね、不備来がね、まあ帝国化して元というね、帝国を作ったわけですけど、あのね、当時の世界最強国元っていうのが、まあ、日本に攻めてきた。 っていうのが1回ですよね結局こう九州福岡に、ねえー、攻めてきたっていうのが1回ですよね。でもう1回は昭和時代の太平洋戦争で結局アメリカがまあ沖縄に上陸,し上陸したということですよね。日本が本土が、ね、攻撃されたっていうのは直接本土が攻められたっていうのはわずか2回しかない。 ですよでそれはねやっぱりこう日本っていうのがこう海に囲まれていてその海にしかも海流ですよねえ日本海流とか千島海流対馬海流リマン海流という4つの海流が、ねまあ、日本を守ってくれているわけですだからその、ねね、陸軍が、ね、直接軍隊を攻めてくるってことはできなくて必ず船で 来ないといけないいいとけ今だったら、ね、空軍っていうことで、まあ、飛行機っていうのもありますけど、ねまあ、日本の、ね、長い歴史の面でいけばまず、ね、その陸軍からの直接の攻撃っていうのがなかったで攻められるとしたら海軍で攻められてくるしかないわけですけどその海軍も、ね、結局その、ね、日本が海に囲まれていてしかも海流が日本を、ね、4つの海流が日本を守ってくれてるわけなんですよね。で非常にに地形的には、ねまあ、恵まれているる要要す海海と海流の要塞です 自然の要塞によって守られているわけですところが北朝鮮はね島国じゃないんですね半島なんですよだからその中国大陸の方、まあ、ユーラシア大陸中国大陸の方から直接陸軍で攻め込まれるんですね で面積を考えると、ね、要するにこう面積の広い大国が、ね、面積の狭い、ねえー、小国にまあ攻めてくることができるんですよね。まあ、北朝鮮の立場からすると攻め込まれてくるわけですよ。ってことはまあ基本的になすすべがないんですね,ね。面積が広いのが中国、面積が狭い半島の国が北朝鮮。ということで考えると、 北朝鮮というのはいざね面積が広い大陸側から軍隊が陸軍が攻めてきた場合はもうなすすべがないんですよもう勝ちようがないんですよねだから北朝鮮というのは過去数千年の歴史はほとんど中国の属国もしくは属国扱いになっていたわけですで日本とは決定的に違うんですよね ね、日本はまだね中国に立場としてはね、属国の立場を取ってた時代もありますけど、でも実際は対等だったんですよね。な、ね、んでかって言ったら、中国と日本っていうのはやっぱね、海を隔てていたので、だからね、あの日本は中国に対してね、一応こうね、属国みたいな扱いではいましたけど、でも貿易としては対等にやってたわけです、ね。例えば室町時代の足利義満とかがね、日民貿易っていうのをやってた時に、足利義満 秘密は非常に賢いね頭のいい将軍でしたからねまあ、名前を捨てて実を取ったんですよねだからまあね日本からね結局中国の皇帝に対してねま属、あ、国みたいな感じで振る舞ったんですけどでも貿易上はまもう儲けてたっていうかねちゃんとこうねたくさんのね、えー 財宝みたいなのを獲得することができていたわけですでまあ比較的こうね貿易上はね実際のその実利っていうね利益っていう意味では中国と日本っていうのは結構こうね対等に貿易をすることができてたまあ形式的にはね貢ぎ物を持っていくみたいな感じでやってたわけですけどでも実際は 対等に貿易をすることができたそれは何でかって言ったら日本と中国っていうのは海を挟んでいて中国がいざ日本を、ね、直接攻めてこようとしてもすごい難しいわけですよ。ねえー 陸軍が直接、ね、日本に軍隊を送り込むってことができなくて必ず船を経由しないといけないわけですけどその船を経由したとしても、ね、実際は日本は対、ね、馬海流とか、ねえー、っていう海流が、ね、流れているのですごく、ね、日本としては、ねまあ、自然の要塞のおかげで守られているんですよね。まあ、非常にに地形的には運がいい 場所に日本はあるわけですで北朝鮮は逆の言い方をしたら非常に運が悪いんですよね。いざ中国が攻めてくるってなった時はもうひとたまりもないような場所にいるということなわけです。なので、まあ、北朝鮮っていうのは基本的には過去数千年の歴史で、まあ、中国の属国だったかもしくは属国扱いを受けていた、まあ、そういった、ね、歴史的な背景というのを持っています。 地形によるんですよねまそれが一つ一番大事なことなわけですで,で、そのことが分かっていると北朝鮮が最も恐れている相手はどこなのかっていうこともすぐわかるんですよね 北朝鮮が半島の国であり、歴史的に、ね、一番ね、その国扱いを受けてきた相手はどこかって言えば、それは間違いなく中国なんですよ。まずここが一番最初の、ね、確認すべき本質です。で北朝鮮が一番恐れているのはアメリカじゃないんですねで。中国なんですよ。中国を最も恐れています。で、このことをまず理解するっていうことがすごく大事なんですね。 ね、だから、あのその今、ね、えー、その北朝鮮の、ねえー、指導者の一番上っていうのは、金正恩っていう人ですよね、まあえー、朝鮮民主主義人民共和国が成立して3代目の、ねえー、指導者ということになりますけれども、えー、その3代目の金正恩がですね,ね、先代の2代目ですよね。 キム・ジョン・イルですよね。キム・ジョン・イルからまあ遺言を受けてるんですよね。遺言。二代目のキム・ジョン・イルが三代目のキム・ジョン・ウンに対して遺言を出しているわけです。で、その遺言は何だったかっていうと、ね、我が国、まあ、つまり北朝鮮ですよね。我が国、北朝鮮が歴史的に最も苦しめられたのは中国であると。そして今後将来最も警戒すべき国も中国であると。 いいう,ふうににが、まあ、遺言をしているんですそれはもうね、歴史的には明らかなんですよね。北朝鮮がもしね、自分たちの国が滅びるとか、ど,どっかの国の属国になるというのであれば、その一番可能性が高いのはやっぱり中国なんです。それはもうね、直接、ね、接しているから、ね。北朝鮮は半島で、中国は大陸国ですよね。大大陸陸側側かからら面積の広い大陸側から ね、陸地を通じて大軍を攻め込まれたらもう北朝鮮っていう国は本当にひとたまりもないわけですよ、まあ、そういう,こう地理的な悲しい宿命みたいなのを持っているというのが一番最初の前提ですでそうした時に北朝鮮っていう国はねじゃあその、ね、今どういう考え方を持っているかと、まあ、いわゆる政治思想としてどういう思想を持っているかっていうことなんですけど、ね、いわゆるこう主体思想って言われてるんですよね主体思想ですよね まあ主役とか主語の主っていう字に、まあ、体っていう字で主体思想というまあ考え方を持っていますで。この主体思想っていうのは何かっていうと、も,うものすごく、ね、端的に言うならばもう、ね、自主独立というのをすごく大事にするということです。自主独立をすごく大事にする。要するに依存しないということです。ね、北朝鮮という国の自主独立を大事にするという主体思想というのを持っているんですね。 まあ今風の言葉で言うならば、ね、例えばアメリカファーストとかね、都民ファーストっていうような、まあ、今風の言葉で言うならば、もう北朝鮮ファーストなんですよ、ね。北朝鮮は北朝鮮ファーストなんですね。でそれも歴史的な経緯から、まあ、仕方がないところがあります。北朝鮮っていう国は基本的にはどっかの国の属国ですよね。まあ、ほとんどは中国の属国、もしくは属国扱いを受けてきて、まあ、日本も北朝鮮をね、まあ、本当に36年間ですよね、1910年に韓国併合してから、 太平洋戦争に負けた1945年までの36年間ね、属国、植民地化したわけですけど、北朝鮮っていう国は、歴史的にね、過去数千年の歴史からして、ね、他国の属国、もしくは属国扱いを受けてたことがすごく多いので、だからもう二度と、ね、他国の属国にはなりたくないんですよ。 もうね、二度と、ね、他国の属国になりたくない。だから主体思想なんですね。まあ、つまり自主独立というのを一番大事にしています。北朝鮮っていう国は他国に依存しない。まして、属国になんかもう二度となりたくない。ね、だから北朝鮮は、ね、もう自主独立。北朝鮮は北朝鮮ファーストで行きますというのが政治思想なんですね。 でそれがまず一番最初に大前提としてあります。で、そうすると北朝鮮は当然ね、ね外国ですよね。例えば北朝鮮に関係が深い国、韓国、日本、ね、それから中国、ロシア、そしてアメリカですよね。こういった国々とじゃあ交渉する気があるかどうか、話し合いで交渉する気があるかどうかっていうことなんですけど、本心本音で言えばないんですね。本心本音で言えば交渉する気はありません。 なん、ね、でかって言ったら交渉にならないからです。ね、交渉にならないんですよ。ね、北朝鮮が一番求めているのは、ね、北朝鮮ファーストですよね。自主独立なんです。他国に依存しない。そして二度と、もう二度と、ね、他国に、ね、の属国にならないと、ねえー。支配されない、属国にならないと。もうそれを絶対守りたいわけですよね。 でそうしたときに、じゃあ交渉によってそれをねえ、認めてもらうことができるかって言ったらできないんですね。なんでできないんですかって言ったら経済力が違いすぎるからですで。経済力が違いすぎるからなんですよね。要するに、交渉するっていうのは力が対等じゃないとできないんですよ。ね、対等の力を持っていれば交渉はできるんですね。 例えば、そのね企業とかだったらものすごく分かりやすいと思うんですけど、大企業と零細企業が交渉できますかっていうことなんですよ。大企業が零細企業に対してね、なんか条件を突きつけてきたときに、零細企業がね、交渉することができるかと、大企業を相手に交渉することができるかって言ったらできないんですよ。 基本的に、ね。交渉っていうのはね、力関係が対等で、相手に与える便益とこちら側が受ける便益が同じぐらい大きな便益じゃないと交渉にならないんですよね。私は100の利益をあなたに与えます。その代わり私にも100の利益を与えてください。それでお互いに双方がね、にとってプラス、つまりウィンウィンの交渉になるというのがまあ交渉の原則中の原則ですよね。ね私はあなた、 とに対して100の便益を与えますその代わりあなたも私に100の便益を与えてくださいそしたらあなたもプラス100で私もプラス100だからお互いウィンウィンですよねっていうのが交渉なんですよねだから力関係が基本的に対等じゃないと交渉っていうのはできないんですよ、ね、ところが北朝鮮っていうのは圧倒的に経済力が弱いですから小さいので、ね、アメリカとか中国ロシア ね韓国そして日本相手に交渉できるかって言ったらできないんですね。例えば関係各国の経済力っていうことでねちょっと見てみたいと思うんですけど、アメリカの国内総生産っていうのはまあねえ約2000兆円ですと。 中国の国内総生産は1250兆円ですとで、日本の国内総生産は約540兆円ですとで、ロシアは180兆円ですと、で韓国は160兆円ですと、ね、じゃあ問題になっている北朝鮮はって言ったら3兆円なんですよ、ね。3兆円の経済力なんですよね。だからもうね、本当に零細企業が、ね、アメリカとか中国みたいな大企業に対して、ね、交渉できるかって言ったらできないんですよ。 交渉にならないんです。でそしたら、大企業と零細企業が同じテーブルについたらどうなるかっていうと、もう圧倒的に大企業が言う通り飲むしかないですよね。ねだから話し合いにならないんですよ、ね。アメリカと中国だったら交渉になるんですよ。ね、やっぱりねお、お互いもうね、大国なので、ね、例えば中国がアメリカに対して100の利益を与えて、アメリカから 中国が100の利益を受けるとかっていうことはできるんですね。お互いそれぐらい力を持ってますから、ね、そういう,こう大国と大国同士の話し合いであれば交渉にはなるんです。ね、私たちはこれをあなたに、ね、利益として出すので、あなたも私たちにこれだけの利益を出してくださいということでね、お互いにウィンウィンということで目指すことができるならば、ね、それは交渉できるんですけど、北朝鮮はね、もう経済力が弱,弱すぎるので、そうアメリカ、中国に 日本、ロシア、韓国に何か経済的な利益を与えて、ね、その帰りに見返りとして何かを求めるってことは、基本的にはできないんですね。 もうその力関係が違いすぎるんですよ。だから、もうね、はっきり言って、もし話し合いというのであれば、もうこれ、完全に泣きつくしかないわけですよね。もう私たちの経済状態はボロボロなので、もう助けてくださいみたいな、ね、なんかその支援とか、なんかね、ボランティアを求めるような感じしかもうできないんですよ。それぐらい力関係が違いすぎるんですよね。ね例えば、ロシアと交渉したいって言ったとしても、ね、北朝鮮にとってロシアって60倍の経済力ですよね。 中国と交渉したいとかって言っても、もうね、中国は400倍ぐらい経済力があるわけです。ね、北朝鮮がアメリカと交渉したいとかって言っても、ね、アメリカは北朝鮮の666倍ぐらい力があるわけですから、交渉にならないんですよえ何を言あ。逆の立場から言って、アメリカ、中国、ロシアから言って、え何を言ってるんだみたいな、ねそう、交渉できるような、ね、立場かっていうふうになるわけですよ。ってなると、もし同じテーブルについたときは、もう一方的にもう核を放棄しろと。 ね、もう大国から一方的に言わわれて終わりなんですよねだ交渉にならないんですよ。話し合いにならないんですね。も,うも,し,もし同じテーブルについたならば、もうただ一方的に大国の言われることを、ね、命令されるしかないというぐらい力関係が違うんですね。だから交渉できないんです。北朝鮮の側からすると。ね、もう力が弱すぎて。 ね、テーブルについたら、もう大国の言われるまんまになるということですよね。まあ、それでも自分の国のね、国民を本当に守りたいっていうんだったら、もう現状をね、さらけ出して、ね、私たちは今こんなに経済的に困窮してるから、ぜひ助けてくださいとかっていうね、なんかそのボランティア的な支援を求めるってことだったら、できるかもしれないんですけど、北朝鮮はそれは絶対やりたくないんです。それは絶対北朝鮮はしたくないんですね。それはなんでかって言ったら、さっき言った主体思想です。ね、北朝鮮はもう二度と他国に依存 したくないんですよ、ね、北朝鮮は、ね、経済力は弱いんだけどしかし弱いは弱いなりに自主独立を守りたいんですね。 もうね他の国のえに依存したり、属国になったりするというのはもう二度と嫌だと思ってるんですね。だから、助けてくださいって言いたくないんですよ。ね、その他国に依存するとか、従属するとかっていうのはもう絶対に嫌だと思ってるので、だから、口が裂けても助けてくださいと、ね、恵んでくださいと、ね、えいうふうには言いたくないんですよ。 ってなると、もうね、強がるしかないんですね。もう基本的には。本当はね、助けてほしいっていうぐらい困ってるわけなんですけど、しかし、もうそれをね、あの、二度と、まあ、過去の歴史から言っても、今現在持ってる政治思想から言っても、もう北朝鮮が一番大事に考えてるのは自主独立なので、北朝鮮はもう二度と他国に依存しない。もう二度と属国にならない。 ねえー、とにかく北朝鮮っていう国を、ね、自主独立で守り続けたいとでも交渉はできない交渉をするには相手がね、えー、との力関係が違いすぎると零細、ね、企業は大企業には決して交渉はできないんですよってなるともう強がるしかないという状態なんですよねでその時にじゃあなんで北朝鮮にとって最大の脅威が中国であるにもかかわらずアメリカを一生懸命挑発してるのかってことですよね 北朝鮮が自分の国の自主独立を失うとしたら、一番危険性が高い相手はアメリカじゃなくて中国なんですよ。ね、アメリカは北朝鮮をね、属、えー、国にしたことはないですよね。 ね、支配管理したことはないんですよ、ね、でも中国は北朝鮮を過去数千年の歴史で何度も何度も続国にしてるわけですよねだから北朝鮮にとっては一番脅威なのはアメリカじゃなくて中国なわけです、ね、それはもう実際先代のキム・ジョンイルも認めてたし、ね、その遺言を受けたキム・ジョンウンもよくわかってることなんですよね 陸軍で、ねえー、攻めてきたらもうひとたまりもないわけですよ北朝鮮なんてね。 だから、一番恐れてるのは中国なんです。北朝鮮が一番警戒しているのも中国。もし自分たちが自主独立を守れないと。ね、北朝鮮が北朝鮮ファーストを守れないという下ならば、それは間違いなく相手は中国なんですよ。じゃあなんで一番恐れてる中国を挑発するのではなく、ね、アメリカを挑発しているのかってことですよね。でこれはもう外交の、ね、基本原則っていうのを確認するとすぐわかることなんです。外交の基本原則、結局世界の歴史の数千年間の 外交の基本原則って何かっていうと敵の敵は味方であるという原則すなわけですつまり中国がもしアメリカを敵だというふうに認識しているならば、ね、もし中国がアメリカを敵だと認識しているならば、ね、北朝鮮もアメリカを敵だというふうな立場を取った方がいいってことなんですね。 もし中国がアメリカを、ね、敵だというふうに認識しているならば、北朝鮮もアメリカを敵だっていうふうな立場を取った方がいいわけですよ、ね。だからアメリカの敵が北朝鮮、北朝鮮の敵がアメリカっていうふうにした方が、北朝鮮は自分たちの自主独立を守りやすいんですね。なんでかって言ったら、中国にとっての敵がアメリカで、北朝鮮にとっての敵もアメリカだから。だから、 北朝鮮と中国の共通の敵がアメリカということになりますよね。中国と北朝鮮は共通の敵アメリカと立ち戦っているという立場が取れるわけです。そうすることで北朝鮮は中国の味方であるというのを示し続けたいんですね。 ね。要するに北朝鮮が恐れているのは中国から攻め込まれることなんです。もうそれが一番怖いんですよ。で、それをさせないためには、もし中国がアメリカと敵対しているならば、北朝鮮もその中国が敵対している同じ相手と敵対しているような立場を取り続ける必要があるんですよ。そうしたら中国と北朝鮮にとって共通の敵がアメリカだから、だから中国は北朝鮮を攻めない。 ね、だって同じ敵を相手に戦ってるんだからというその敵は敵敵の敵は味方であるというその、ね、原則を使っているわけなんですだからアメリカを挑発しているわけなんですね本当にね北朝鮮がねアメリカと戦争なんかね望んでるはずがないんですよねっ、まあ、それは国力が違いすぎますよね,ねいくらね強がったとしてももう力の差は歴然ですよ、ね、話にならないですよね 例えば日本がね、アメリカとね、73年前とかね、戦争してましたけど、あの時で国力が76倍違ったんですよね。日本の力が1だった時アメリカが76だったわけですよ。まあそれでもね、はっきり言ってね、日本は全然アメリカには勝てなかったですよね。 ね、本当にハワイの、えー、奇襲攻撃を真珠湾の奇襲攻撃やりましたけれども、ね、もう1年でもう形勢を逆転されたあそのあとは、ねもうま、全く相手にならなかった、勝負にならなかったですよね。あの時の日本とアメリカの国力の差っていうのは76倍ぐらいでしたけど、ね、今の北朝鮮とアメリカの国力って666倍ですからね、ねも北朝鮮だってね、あの間違っても、ね、もうね、どんな奇跡が起きたって、アメリカなんかに勝てるなんて思ってないわけですよ。ね、だからね 戦いたいいたとは思ってないし、ね、あの戦争したいなんてね、もう1ミリも思ってないわけですよ。まして北朝鮮の自主独立を守るということで言ったときに、本当にあのアメリカと戦争なんかしたいと思ってるはずがないんですね。それでもやっぱりアメリカを挑発し続けて、アメリカの敵であると、もう自分たちはアメリカと戦ってるんだっていう姿勢を見せ続けてるのはなんでかって言ったら、それよりもっと怖い中国に、ねえー、結局メッセージを送ってるわけです。 とね、私たちは共通の敵アメリカと戦ってますよねとねだから私たち味方だからだから絶対攻めてこないでねっていうのが本音なんですねそれが北朝鮮の一番の本音なわけです、ね、だからとにかくその北朝鮮の自主独立を北朝鮮が守るといったときに中国の脅威から自分たちをどうやって守るかっていうのが一番大元にあるということですそのためにまあ、ね、はっきり言ったらこうね、えー、使われてる名前を使われてるのがアメリカだということなんです ですよね。 アメリカはまあそういう意味で、なんかちょっとね、名前としてこう利用されているんですよね、だからまあ結局、なんか一生懸命挑発して、北朝鮮はアメリカと戦っているような、そういう姿勢を見せているということです、それはその北朝鮮のね地理的な要因、それから歴史的な要因、そして持っている主体思想という思想的な要因ですよね、そういったものから含めていったときに、北朝鮮は北朝鮮なりに、一生懸命自分の国ですよね。まあ、特にその ジムジョンウン体制を守るためにまあねあの道徳的に善か悪かっていうのは置いといたとしても、まあ、彼らは彼らなりに一生懸命なんかねもう必死に頑張ってるということなんですよね、まあ、まずそれを理解する必要がある、ね、それがいいかどうかっていうのは別の話ですそれ,そ,れそれがね道徳的に善なのか悪なのかっていうのは別の話として北朝鮮の立場からするともう自分たちの国の体制を守るためにはそれしかないというふうにまあ考えてるからねアメリカと戦争する気 なんか全くないんだけど、アメリカと戦っている姿勢を見せ続ける必要があるということですよね。で、それがえ今回の。えー 1>, 1回目ということになります北朝鮮への理解を深めるということですよねなんで北朝鮮はそんな態度なのかなんでミサイル発射をなんかしてるのかっていうのは北朝鮮への理解を深めるとなるほどとね、北朝鮮の立場だったらなるほどそういうことなのかというのをまあね理解していただいたらいいのかなというふうに思いますで、まあ次回はですね今度は関係国各国ですよね つまり北朝鮮を取り巻いている、ね、アメリカ、中国、ね、ロシア、韓国、そして私たち日本は、ね、その北朝鮮問題について、ね、本心本音のところでどういうふうに思っているのかね、ね、えー、っていったところをやっていきたいと思います。 はい。今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。